はい、こんにちは、三原です。今回の動画のご視聴を感謝しています。ありがとうございます。今回はバスケットボールの理論、2-3 ゾーンに対するオフェンスという具体的なお話をさせていただきます。前回の動画でゾーンオフェンスのコツということをお話ししたんですが、まあ、簡単に復習すると、ゾーンは、ディフェンスとディフェンスの間を攻めるという、そして動いたところの後ろがノーマーク、動いたところではなくてその後ろがノーマークになると。で、考え方としてゾーンの弱点は1人で2人守らなければいけないというところ、ここが弱点なのでこれを突くということが、まあ、一つ考え方になります。具体的にお話をします。 2-3 ゾーンですね。ボール近辺に3人、そしてアウトサイドに2人という、こういうディフェンスのことを 2-3 のゾーンディフェンスと言います。で、これの目的としては下に3人なのでゴール下に強い、その代わりアウトサイドが手薄になるというような長所と短所があります。で、攻め方としてはですね、1番、2番、3番アウトサイドのプレイヤーはこのゾーンの間に立つ、はい、それぞれのゾーンの間に立つということで、ポストプレイヤーはエンドライン際に4、5というふうに2人置きます。はい、で、まずですね、間を攻めるというところですから、4番がこれハイポストにフラッシュします。そうしたときにどっちもディフェンスしなければパスをもらってシュート、これでおしまいですね。非常に簡単ですね。4番がハイポストフラッシュ、テウスがハイポストにフラッシュで、ボールもらってハイポストでシュート、はい、この距離だったら簡単ですよね、シュートね。なのでこれをまず狙います。多分普通はそうはさせないので、ディフェンスとしては寄ってくると思います。そうしたらここが寄ったんだから、この人は守れる代わりにこっちは守れない、この人は守れる代わりにこっちが守れないというふうにウイングが空きます。1人で2人守らなければいけないことが弱点なので、ここのディフェンスからすると4も2も両方守らなきゃいけない、自分の担当エリアに2人いるから迷うという弱点をついてこういう動きをするわけです。フラッシュをした、止めなきゃと思ってこっちを行ったら動いた、後ろがノーマーク、このディフェンダーに関して言ったら後ろの方がノーマークということで、これ2番が空きます。はい、ここまでよろしいでしょうか。そうすると、ディフェンスがこう寄っていて4がこの辺にいて、その代わり2が空いて、こういうことになりますね。そうするとこのボールが行った瞬間に守んなきゃいけないのは、これは逆疲れてるのでこれが出るしかないですね。これが出たらここのエリアにこっちが入ってくればこれノーマークと、はい、1人で2人は守れないので動いた後ろがノーマークということになります。いいですかね。そうなると次の局面は5番がボールを持っている、2番がいる、このディフェンスは上がってる、はい、ここでシュート狙います。もちろん打てたら打つ、守るとしたら誰か一番近いところの人が出ますね。そしたらこの動いた後ろがノーマークなので、この4番が走るというふうにすれば、ここがパスが入ると、これが出たらこれがいいということですね。こういうふうに動いた後ろ後ろっていうふうについていけばいいんですね。でもさらにこれが出て、それでも入らなければ多分これが下がってるので1番が開くと、これが来たらこっちが開くと、これが来たら今度また4番が開くというふうに、どん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 後ろへ後ろへ攻めていけば必ずノーマークになると。皆さんに強いはずの 2-3 にも対してもボールがちゃんと中に行くというお話です。はい、まあ、こういう形ですね。あともう一個の観点としては、最初の場面に戻りますけど、ハイポストフラッシュをして、5番がここにいる、こうディフェンスがいますね。はい、パスが入りました、振り向いてシュートしようとした、だけどディフェンスがまあ寄ってきたのでシュートできないとするときに、今度この5番がですね、くれって言って動く、ディフェンスが動いた後ろを5番で、パスが入ればハイポストからローポストのパスになります。で、これを止めようとしてこう来たら今度こっちがノーマークと、動いた後ろがノーマークと、とにかく間を攻めて
動いた後ろがノーマークになるというこの合言葉を覚えておけば、ゾーンは簡単に攻略できると思います。まあ、当然臨機応変に動くことは必要ですけれども、基本的な考え方は間を攻める、動いた後ろがノーマーク、ね、弱点は1人で2人守らなければいけないことだというところを押さえておいてください。はい、今回のお話が何らかあなたのお役に立ったのであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。そして現在ですね、何かリクエストがあれば、コメント欄にてお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。三原学でした。それではまた。